こんにちは、愛媛 FC のゴールキーパー岡本正弘です。今日は自粛期間中の自宅でできる、トレーニングを、普段僕がやってるトレーニングを少し紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、最初はですね、キープ系のトレーニングをします。多分簡単なんですけど1分間やるんでお付き合いください。いきますよ。よいしょ。よーい、スタート。はい、しっかりキープしてくださいね。まっすぐですよ。ポイントはですね、肘をこっちにすると結構楽なんですけど、肘をちょっと遠めにですね、すると結構体幹の部分がしんどくなってくるんで、そこはみんなの、そうかな、強度は任せますんで、しっかりこうまっすぐなるように心がけてやっていただけるといいんじゃないかなと思います。そのまま横向きです。いきますよ。これも1分いきます。スタート。これもしっかりですね、すねがつかないぐらいにこうまっすぐなるようにしてやっていけるといいんじゃないかなと。反対もやります。よいしょ、よいしょ。こっちもこうなったりこうなりすぎないようにちょうどまっすぐな感じでしっかりお尻もこうやって下がったり前出すぎたりしないようにまっすぐを意識してやります。はい、続きまして、次はお尻周りですねのトレーニングをしていきたいと思います。よいしょ。いきますよ。このポーズで、このチューブは自分の負荷によってなくても全然大丈夫です。まずこっから真横に15回。これも逆もですね。いきますよ。15。この辺が効いてくるトレーニングですね。続きまして、お尻その2まーす。形は1回目のと一緒に横に上げて、その後後ろ。横に上げて、後ろ。で、下げる。これですね。これは15回。ですね、ポイントは体がこうなったりこうなったりしないようにまっすぐの状態でこうやって上げてこうやって下げる、こうやってやる。言葉にすると説明難しい。今いきましょう。1、2、1。はい、お尻トレーニング3個目です。いきますよ。よいしょ。3個目はまずそのまますぐ後ろに上げて、次横で戻る。さっきの逆回りですね。これも15回。いきますよ。1、2。これもですね、こうだ、お尻がこう逃げてしまったり寄ってしまったり体がぶれてしまうっていうのを避けてやれるといいかなと思います。次は、腕回りいきましょう。ここに変な物置みたいなのボックスを使うんですけど、椅子とかでも全然いいかな。ちょっと高い台みたいなのがあるとやりやすいかもしれないですね。この部分はいらない。いきますよ。簡単。はい、座ってる横に手をつきます。ちょっと前に出ます。落とします。これだけ。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、30回やりました。
10回ぐらいでもいいのかな、10回3セットとかでもってな感じです。腕立て1個目終わり、腕立て2つ目いきます。いきますよ、よいしょ。また台使います。あ、これ入んねえな。よいしょ、もうちょい下げます。よっこいしょ、こんなもんかな。はい、台に足乗せて、よいしょ、これで腕立てですね。はい、30回です。こういった感じでいろいろとトレーニングをしていきます。負荷とかですね、まあ、秒数だったり回数でだいぶ負荷は調節できるので、まあ、重りも使わないでいけますし、自宅の中でそんなにガタゴト音を立てずにできるトレーニングなのではないかなと思います。いろいろ制限がある中で工夫をしながらやっていけたらいいなと思います。トレーニングはこんなもんでいいのかな。また何かある人は個人的に聞いてください。では最後にですね、この自粛期間で多分皆様はだいぶストレスを溜めているんじゃないかなと思います。本当に、まあ、苦しい状態が続いてますけれども、まあ、いつかは絶対、サッカーが、まあ、僕の場合だとできる日が来ると思うし、見れる日も来ると思います。そうなった時のためにしっかりとサッカーを見たいという欲求を高めていただきまして、試合ができるようになったらその気持ちを思い切り応援にぶつけていただけたらなと思います。これからいろいろ大変だと思いますけど一生懸命頑張りますので、この期間をみんなで皆様と一緒に乗り越えていけたらなと思ってます。これからもよろしくお願いします。岡本でした。グッドでーす。それでは失礼します。皆さんこんにちは、愛媛 FC の山崎光介です。おうちトレーニングということで家でできるようなトレーニングを2つほど紹介したいと思います。運動不足解消も兼ねて皆さんぜひチャレンジしてみてください。まず1つ目は腹筋のトレーニングを紹介したいと思います。仰向けで万歳になってもらって、両手と両足を上げて手をつま先につけに行きます。こういう感じでやります。この時に手だけ上がったり足だけが上がったりしないように両手と両足を同時に上げてタッチ、これを10回やりたいと思います。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。これをまず10回できるように頑張ってみてください。できるようになった人は2セット3セットとセット数を増やしていってみてください。先ほど腹筋をやったのでバランスよくするためにも背筋のトレーニングを紹介したいと思います。今度は今度はうつ伏せになってもらって万歳します。で、肘を引いて上体を起こす、この動作を10回やりたいと思います。この時に意識してほしいポイントは、肘を引いた時に肩甲骨を寄せるイメージで上体を同時に上げる、これをやってみてください。10回いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。
あっち。ぎゅっ。じゅっ。まず10回できるようにやってみてください。で、これもできるようになったら2セット、3セットと増やして、ぜひチャレンジしてみてください。まだまだ油断できない日々が続くと思いますが、一日でも早く普段の生活を取り戻せるように皆さんで協力して乗り越えましょう。また皆さんと会える日を楽しみにしています。背番号3番ディフェンダーの西岡大志です。今日は家でやっているトレーニングの一部を紹介したいと思います。まずこの滑りやすいタオルを準備してぜひ真似してください。20秒間ここを早く動かします。できるだけ早くするのがポイントです。で、10秒レストを置いて20秒やるっていうのを 6セットやってます。このポイントは体幹を意識しながらやるんですけど、苦しくなるときに自分に負けずにやってみてください。この苦しい時期を皆さんの自覚ある行動でコロナの収束に一日でも早くつながるように皆さんで力を合わせて頑張っていきましょう。皆さんこんにちは。愛媛市背番号4番ディフェンダーの西岡大輝です。今日は僕が普段やっている、ちょっとうるさいな、おいちょっとうるさいぞゆうま、ちょっとうるさい、普段お家でやっているトレーニングの一つを紹介したいと思います。メニューは20秒腕立て伏せをした後にすぐ40秒フロントブリッジをするというメニューです。かなりちょっとうるさい、ちょっとパパの番やから待ってね。じゃあそれでは早速やってみたいと思います。はい、じゃあ20秒間お願いします。スタートちょうだい。スタート で、この後すぐフロントブリッジに持っていきます。あ、じゃあ、あ、うん、すごいね、いいよ、あ、いいね、何してんの？練習？筋トレ？トレーニングこれかなで、ちょっと降りてもらっていい？優しいね。本当はそこでね、もう一回乗ってくるよ、本当は。ああ、もういい。で、言ったら乗らないかんね、もう一回。甘いね、それじゃ吉本入れんわ。はい。で、この後に30秒レストした後にまたあと2セットやって、計3セット。僕は普段お家でやってます。こんな感じで邪魔されるのもうちトレーニングの一つのポイントだと思うんで、まあ皆さん時間があるときに無理なく、まあ真似してやってみてください。まあこれ実際テイク3だったんで、まあ3セット終わったんで、僕はもう今日はこれで終わりたいと思います。西岡こんなもんかって思われた方、モバイルサイトでちょっと頑張っちゃってるんで、ぜひそっちの方もご覧いただいて、笑顔で免疫力を高めてこのコロナに打ち勝ちましょう。それではまた今度会いましょうね、みんなね。とりあえず俺風呂入ってきますわ。お疲れ様でした。こんにちは、愛媛 FC の前野貴則です。
自宅で過ごす日々が長くなっていますが、皆さん元気に過ごしてますでしょうか。運動不足にもなっていると思うので、僕が自宅でやっているトレーニングを2つほど紹介したいと思います。まず1つ目は、お尻と太もものトレーニングです。足を肩幅に開いて、かかととつま先が一直線になるように立ってください。そして膝を曲げてお尻を落とします。この時曲げた膝が自分のつま先よりも前に出ないように意識してください。またお尻を落とす位置ですが、膝を曲げて膝が90度に曲がるまで落とすのが、このトレーニングが一番効きます。これを10回を2セットできる方は20回を2セット3セットと増やしていって、やってみてください。もう一つはふくらはぎのトレーニングです。同じように肩幅に開いて、膝を曲げないでつま先立ちをします。この時これも同様に、こう膝が曲がったりしないで膝を伸ばした状態でつま先立ちをしてください。これが難しい人は、こう壁に支えてもらってやったり、支えながら、楽な人は片足で、やってみてください。これも、10回を2セットできる人は、どんどん回数とかセット数を増やしてやってみてください。不安な日々が続いていますが、必ずこの状況をみんなで乗り越えましょう。そしてスタジアムで会える日を楽しみにしています。それまでみんなで頑張りましょう。